オンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセプレゼンツアラカフェットへようこそ。この番組はフランス語学習をメインテーマに、ネイティブに通じる実践的なフランス語表現や日本人学習者が間違いやすい文法のポイントなどをアンサンブル講師が週替わりでお伝えします。本日の担当は大輔先生です。Bonjour, c'est Daisuke. Vous allez bien? こんにちは、アンサンブル講師の大輔です。本日もアラカフェットの時間が始まりました。いかがお過ごしでしょうか？今週の月曜日には、いよいよ新元号、令和が発表されました。新しい時代がやってくるなぁと感じます。令和、まだ少し違和感がありますが、美しい響きのする言語ですよね。あなたはどう思いますか？さて、令和が発表された今週の月曜日は4月1日でした。4月1日というと、嘘をついてもいい日、エイプリルフールですよね。エイプリルフールは4月バカという意味の英語ですが、フランス語ではどのように言うかご存知でしょうか？正解はポアッソンダブリル。ポアッソンダブリル。ポアッソンダブリル。ポアッソンは魚という意味なので、4月の魚という意味ですね。4月の魚って言われてもなんだかよくわかりませんよね。エイプリルフールの起源ははっきりとは分かっていないのですが、一説では今からおよそ450年前の1564年、それまではユリウス暦の3月25日が元日で、4月1日までお祝いをして、4月1日に新年が始まるとされ、贈り物などを交換していました。しかし、当時のフランスの王様、シャルル9世が、1月1日を新年とすると定めました。後に、ローマ教皇グレゴリウス13世によって定められ、僕たちが現在使っているのがこの1月1日が新年のグレゴリオ暦ですね。しかし当時ユリウス暦に慣れ親しんでいて、これに納得がいかずに改暦に反対していた人たちは、4月1日を嘘の新年として、贈り物を交換する習慣を利用して、空気を縛るための綱や網目のないザルなど嘘の贈り物をするようになりました。キリスト教にとって4月1日は肉食を禁じた四旬節の最後にあたり、魚が贈られていたのですが、これが嘘の魚が贈られるようになり、4月の魚ポアッソンダブリルが生まれたと言われています。フランスではこのポアッソンダブリルの時、背中にいつの間にか紙で作った魚が貼り付けられている子供をよく見ます。僕は残念ながらこれまでにまだ一回も魚を貼り付けられたことはありません。ポアッソンダブリルの起源は諸説ありますが、とにかく4月1日は背中に4月の魚をつけても怒られない日ですので、来年の4月1日は誰かに4月の魚ポアッソンダブリルをくっつけてみてはいかがでしょうか。さて、本日のアラカフェットは2部構成でお届けします。
第1部は僕大輔がお届けするフランス語レッスンです。会話ですぐに使える短く簡単で覚えやすいフランス語の表現をご紹介します。そして第2部はシリーズ企画、アンサンブルの生徒様、通称アンサンブルメイト様の学習法を入門者から上級者までレベル別に分けてご紹介しています。それでは早速本日のフランス語レッスンを始めましょう。先ほど、とにかく4月1日は4月の魚ポアッソンダブリルをつけても怒られないと言いましたが、今回はそのとにかくという表現を覚えていただきたいと思います。とにかくや要するにという意味の表現は他にもいろいろあるのですが、今日ご紹介するのはその中で最も短くたった一言。今回もノーヒントでいきたいと思います。さて、とにかくや要するにという意味の最も短い表現、フランス語では一体どのように言うでしょうか。正解は Bref。 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 発音も短く一息で Bref。 Bref とならないように気をつけましょう。とにかく、要するにという意味の副詞で、通常まとめて言いたい文の最初に言います。同じ語源の言葉で形容詞の bref、brève という言葉があります。形容詞 bref、brève は時間的に短い、簡潔な、ぶっきらぼうなという意味があり、 bref という言葉は時間的に短いという意味を持っています。とにかく、要するにという意味の副詞 bref には短く言うとという意味があり、直前に話していた内容を短くまとめますよ。とにかく、要するにという意味で使います。 Je bois du vin, de la bière, du cognac, du whisky, nanana. Bref, je bois tout. 僕はワインもビールもコニャックもウイスキーもそれからいろいろ飲むけど、とにかく全部飲みますのように使います。この他にも、bref の前に前置詞の on をつけて on bref と言っても同じように使うことができます。また、この副詞句 on bref は手短にという意味があるので、動詞の後に入れて、dis-moi en bref ce que tu veux faire。dis-moi En bref, ce que tu veux faire. Dis-moi en bref ce que tu veux faire. 君がしたいことを手短に言ってというように使うこともできます。Bref、とっても短く言いやすい言葉ですので、ぜひ使ってみてください。いかがでしたか？今回のように知っておくと役に立つフランス語の一言は、アンサンブルで配信しているメールマガジン、無料メールレッスンでたくさん紹介されています。ご興味がある方は、ぜひアンサンブル・アン・フランセのホームページから無料メールレッスンにご登録ください。それではまた。アビアントー。大輔先生、ありがとうございました。アラカフェットは
日本最大のオンラインフランス語学校アンサンブル・アン・フランセがお送りしています。この番組を聞いてくださっているすべての方にフランス語学習に役立つ特別なビデオ講座およそ1万円相当をプレゼントしています。詳細は番組の最後にお知らせいたしますので、ぜひ最後までお聞きください。続きまして、番組の第2部はアンサンブルスタッフミキがご紹介させていただきます。前回からスタートした新企画です。アンサンブルの生徒様、通称アンサンブルメイト様のフランス語学習法を入門者から上級者までのレベルに分けてシリーズでご紹介します。と言いますのも、3月25日よりアンサンブルメイト様の最新のおすすめ学習法をご投稿いただくアンサンブル 100% 活用選手権が開催されているからです。フランス語学習者の方なら誰でも他の方の効果的な学習方法や、これはあまり役に立たなかったなという学習方法がどのようなものか、とっても気になりますよね。多くのアンサンブルメイト様よりイベントの定期的な開催をご要望いただき、この度アンサンブル 100% 活用選手権を再び行うことになりました。おかげさまで3月25日の応募開始直後からたくさんのご投稿をいただいています。ありがとうございます。さて、そこで本日はゾウさんの学習法をご紹介します。ゾウさんはフランス語学習歴が6年、フランス語のレベルは中級でいらっしゃいます。フランス語を始めたきっかけは、旅行帰りにパリに寄ったらすっかりハマってしまって、その後何度も行きたいと思うようになりました。そのためには現地の言葉ができた方が楽しそうだからと、フランス語の勉強を始めましたら、もっともっと使いこなせるようになりたいと思うようになり、すっかりハマってしまいました。フランス語学習の最終目的はデルフ・ベードゥ所得です。アンサンブルで受講している講師はジャンヌ先生、ヒロコ先生、フランソワーズ先生、セシル先生です。アンサンブルのレッスン内容とおすすめの効果的な学習方法、今はデルフ・ベードゥ所得に向けて勉強していますが、受験するにはまだまだ先が長そうなので、完全な試験対策内容ではなく、デルフ対策のテキストを使って読む、聞く、話す、書くのうち読む、話すに重点を置いて勉強しています。効果的だと思う学習方法は、短期間限定での精読、仏文和訳とデルフ米安受験対策とした際の文章作成の添削、口頭表現の特訓です。特に自分の考えをフランス語で話したり書いたりするためには、まず自分の考えを見直してフランス語でまとめ、その表現がおかしくないか添削してもらわなければいけません。またそれを繰り返して意見の引き出しも増やしておかなければいけません。そのためにアンサンブルレッスンでマンツーマンのきめ細やかな指導を受けられたことがとってもためになりました。また授業で先生に添削してもらうため、添削後の文章の管理をしやすくするため、文章は基本的にはタイピングしているのですが、ちゃんと手で書いた方が記憶に残る気がします。なので今は新しい語彙や覚えたいフレーズはなるべく手を使ってノートに書くようにしています。さらに米安受験時に気がついたのですが、私は読解問題が苦手で、文章を読んでも目が滑るというか、
一つ一つの言葉は分かっていても、結局何を言っているのか分からない状態でした。しかしその後、数ヶ月だけですが、ルモンドの記事を仏文和訳しながら、先生と一緒に精読したところ、明らかに文章が読みやすくなりました。あまり長くやってしまうと、和訳癖がついてしまって良くないと思いますが、短期間であれば精読もおすすめです。役には立たなかった、自分には合わないと思った学習方法、NHK 講座、NHK テレビ講座、どうも毎日少しずつ聞くのが苦手で、また講座の内容もあまり興味が持てないので、仏典対策問題集、仏典の勉強内容に興味が持てず、毎回苦痛なので、それでもなんとか2級までは取りましたが、これからは仏典取得のための勉強はせず、実力がついたら受けてみることにしました。最後にアンサンブルメイトへのメッセージをどうぞ。ここのところ、次の目標と自分の力の差がありすぎて、学習意欲が衰退し、学習ペースが落ちているので、アンサンブルメイトの皆さんも頑張っていらっしゃるのだと思うと励みになります。ゾウさん、ありがとうございました。私も頑張ろうとやる気が出てきました。ぜひ、開催中のアンサンブル 100% 活用選手権にご投稿くださいませ。詳細はアンサンブルメイトのためのコミュニティサイト、クラブアンサンブルに記載されておりますので、そちらをご覧ください。さて、本日のアラカフェットはいかがでしたでしょうか。この番組は毎週金曜日をめどにお届けしています。確実にお届けするための方法として、iTunes やポッドキャストのアプリの購読ボタンを押せば自動的に配信されますので、ぜひ購読するのボタンを押してください。また番組では皆様からのご感想やフランス語学習に関するご質問をお待ちしております。アンサンブルアンフランセで検索していただき、お問い合わせからお送りください。番組内でご紹介させていただきます。そしてこの放送を聞いてくださったあなたに素敵なプレゼントがあります。アンサンブルアンフランセお問い合わせ宛てに、お名前アラカフェットを聞きましたと明記して送ってください。フランス語学習に役立つ特別なビデオ講座をプレゼントします。たくさんのご応募をお待ちしております。それではまた次回の配信でお会いしましょう。素敵な週末をお過ごしください。